ミスターオリンピア2022年を制したのはハディ・チョーパン。ものすごい戦いでした。上位6人本当にわからない戦い。左側の選手ハディの分厚さを見てください。左から3番目ハディの分厚さを見てください。このお尻、このグルーツの大きさ、ハムストリングスの見え方、この細いウエスト、完成度の高すぎる足。ハディを過小評価してました。足の外側、大腿四頭筋と大腿筋膜張筋の飛び出方、何これ、履いているパンツギリギリまで外に広がってチョーパン。後ろに広げた翼が素晴らしい曲線の影になって上半身をより広く見せていてチョーパン。近年評価の良し悪しを分けている腹部、腹筋周り、腹直筋、前鋸筋、腹斜筋、常にいい。改善した背中の見え方、腕の大きさ、いつも素晴らしいハディが、安定しているハディが例年のコンディションを保ったままサイズを上げミスターオリンピアを制しました。これはすごい、これはおめでたい。見ていてドキドキが止まりませんでした。おめでたい。ハディのインタビューもすごい感動しました。ハディの1位についてどう思いますか？コメントください。ではまた。